はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第25章やっていきたいと思います。もう25章まで来ましたね。まあ多分また27章プラス最後の章で終わりだと思うんで、ちょっと今回飯を食いましょう。全然やってなかったな飯。まあモンハンだと飯は必須ですからね。牛乳と大豆がいっぱいあるから。頼むぞ湯切り、君の料理の腕前見せてくれ。ごめん遊ばせ。大丈夫かこれ。どういう料理作ってんだ。今回はいつもよりうまくいった気がしますの。お口に合うかしら。マジで。力プラス1、速さプラス1、いいね。ほう、素晴らしい出来だ。さすがだ。サイラスはどうでもいい。ニュクスもどうでもいい。お、32人全員が力1、速さ1。てか32人もいたんだ。大人の味。大人って誰やねん。おまけに守備1。おお、食事の効果を得ました。サイラスは大人か。ニュクスも一応大人か。あれ、もういいよね。いやー、いいもん食ったなー。ありがとうございます。じゃあそのまま戦場へ行きますか。25章、魔剣士再び。トーマの王城を奥へと進む一行だが、中は迷路のようで、なかなか上階へと進む道が見つからない。懸命に探るミカミックスたちへ、闇から狂人が襲いかかる。じゃあ行くか。てか難攻不落の城って言ってるけど、ここが最後の城なの？どこまで行っても迷路みたいですね。そうね。これはみんなで手分けをした方がいいかもしれないわ。はい、確かにそうですね。やめた方がいいと思うよ。よし、みんなで手分けをして城内を探索しましょう。いい。合流するときはさっきみたいに私の声を頼りに集まって。わかりました。上階につながる階段を見つけたら大声で知らせることにしましょう。誰かの声を聞いたらアクアさんは歌を歌ってください。ええ。最悪の集合の仕方だな。絶対敵にバレんだろこれ。なんで敵の中でみんな叫ぶんだよ。ありました、これですね。はやみんな、ありましたよこちらに。なんだ、我は忘れられし神、裏切られし王、埋もれし竜。トーマの名において滅びよ。うわ、死んだ。ゲームオーバー。なんかいるし。ギュンターさん、よかった。目覚められましたか。とてつもない威力の魔導を受けました。良いですか。ミガミックス様、敵はあの通路の奥に逃げていきました。今から私が追いかけますゆえ、ミガミックス様は休んでいってください。いえ、私も一緒に行きます。どうしても敵を捕らえて確かめたいことがあるのです。はい、わかりました。では参りましょう。先ほどの敵、おそらくクリムゾンさんを襲ったやつと同じです。何ですと？それは本当ですか？はい。我は忘れられし神、裏切られし王、埋もれし竜。クリムゾンさんの時と同じ呪文の詠唱でした。敵はミカミックス様が一人になったところを狙ってきました。まるでこちらが別行動をしているのを知っていたかのように。やはり仲間の中に裏切り者が。そんな。ギュンターさん、まだ決めつけるのは早すぎます。しかし、私ははっきりと覚えています。クリムゾン殿の胸に刺された花が無残に焼け焦げている姿を。私はミカミックス様を同じような目に合わせたくはありません。裏切り者か。あれ、アクアがいる。え、ミカミックス、アクアさん、ん、ミカミックス、どうしたの。ギュンターも青い顔をして。何、どうしてここにアクア様が。ここに来るまでは一本道、脇道などありませんでした。まさか。アクアさんが私を。でもそんなことって。どういうこと。一体何が。いやでもさ、敵ってこうやって出てくるじゃん。別にさ、アクア疑う必要なくない。普通に突然現れて突然攻撃されたんだろ。アクアさん、みんなを集合させてください。わかったわ。メガミックス様。すみません。ギュンターさんの言いたいことはわかります。
だけどギュンターさんも私の性格は嫌というほど分かっているはずです。それでも信じるですか？はい、そうです。私は信じることをやめたりしません。さあ行きますよ。あ、魔導士がいる。あなたはお母様を殺したあの時の。嬉しいぞ。この血が湧き立つような喜びだ。嬉しいものだな、我が子の成長というものは。まさか父親か。絵付きだ。ちょっと予想していたのと違うな。だいぶ親父になってんな。何？髪は龍馬に似てるけど。おっさんだな。そんなバカな。父上。ああ。私はスメラギ。死して東馬の眷属へと落ちたもの。嬉しいぞ子たちよ。ここまでたどり着くほどの力をつけたか。昔とは違う。今ならば極上の試合ができよう。さあ存分に刃を交えようぞ。修羅へと落ちたかスメラギ。ユニット的にはわあまたいっぱい出れんな。どうしようかな。フーガと結局防刃を敷くから硬いやつがいいんだよね。アーマーナイトか。ギュンター出して防刃敷いとくか。とりあえずこれでいいかな。じゃあまあ、なんか多分分かれてんなこれ左右に。あれいなくね。こっちか。上と下の配置を間違えると、いやマークスと主人公と龍馬が一緒にいるのはちょっとさすがにまずいな。入れ替えよう。風花はこっち。夕霧匠がいるな。これでいいかな。そうするとこいつ上に持ってくるか。フェリシアと入れ替えよう。であとはまたちょっとしたドーピングをしますか。よし、オッケー。じゃあこれでいくか。来るか。子たちよ、まずは腕試しと参ろう。父を追ってここまで来るがいい。三つの仕掛けをすべて解き放ち、見事父の元へ迫ってみせよう。お前たちの戦いぶり楽しみにしておるぞ。どういうこと？おお、開いた。この中に入れということか。マジか。まずはフェリシアとこいつで組んで、でギュンターはマークスにくっつけよう。おー、守備5とか力3とかめっちゃ上がる。こいついいな。で前線にこいつを送り出して、ここだしょう。でモズメも小判持ちだから結構いいんだよね。こいつをここにつけるか。力に技に速さに守備にいいね。よし完璧だ。こいつ入れなくね。置いてかれるっぽい。であとこっちもなるべく死なせたくはないから、ちょっと待ってよ。まず写し見を使って、ほい。で匠もですね、写し見を覚えたんすよ。なんで写し見使って、カミラ、レオン、てか宝箱はなさそうだ。危ねえ危ねえ。どうしようかな。ちょっと一旦待とう。こいつは、おお、しまっちゃった。誰もいないよーん。こいつここにいると閉めらんないのか。いやこれ下狙われんな。大丈夫か。主人公ちょっとここだな。え、どういうあれになってんだ。ちょっと分かんねえから、これでいいや。でまず龍馬は匠と一緒につけよう。力、技、速さ、よし。で夕霧は匠にくっつけよう。いやー十分速いかな。でもどうしようかな。魔導が上がるからな。魔力5、速さ5、幸運1、よし。これでこれでいいかな。でこいつらちょっと後陣用に取っとくか。 OK。じゃあガション。あれ、そういうことか。
どうすりゃいいんだこの。ああ、こっちはこっちで行かないといけないのか。なるほどね。ってことはだよ、マークスをまず絶対的に、ここだな、ここか。であとはどうするか、もう爪をちょっとここに置くか。で主人公下か。いやこれはきついな。ほら無駄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 、つえ敵もかなり強えな。44。完全に1個ずつだな。ここ詰まってるから無理なんだなきっと。普通にこっちでいいや。ほら小判を使ってしまったか。また手に入れたけど、いやこれはもうあれだな、攻めてった方が。おお 40% とか絶対無理でしょ。じゃあちょっとここで敵を蹴散らしていくか。ジークフリートの力重いしね。私の勝ちだ。いややっぱり安全第一に行った方がいいな。この布陣で行こう。ここは多分扉が閉まんないんじゃないかな。交換してきた。うわやはり魔導士系だな、きついのは。無駄、回復しに行きやがったあいつら。そうか、この魔導士がここまで来るか。じゃあまずこいつを倒して。楽しめそうだな。お大臣アンドクリティカル150。よしよしよし、武者の刀はいらない。で攻撃、絶好調である。かわされた、悲しすぎる。じゃあこいつでいくか。サンダーソード、こいつどうしようかな。一応出しとくか。じゃあみんな乗り込め。まずは上だ、上を制圧する。これ全員乗れるかな。全員乗れた。応援使っとけばよかった。無駄、うわ来るか、強い、やばいやばいやばい。うわアシュラもかなりやばい。バーサーカー 81%。 まあどっちかは当たるだろうね。ほい、場数が違うぜ。回復しときてえな。交代して杖でリライブ。メイドちゃんのレベルが上がったけど微妙だな。小判使うのはさすがにもったいないからな。しっかりしてください。これで死んでもらう。国のためだ、お国のため。でこいつちょっとここにいて扉を封じてよ。さて上もきついな。ここに置くか。寮までなんとかしてもらうか。よしちょっとで、さくらちょっとここに置いて。あれさくらどれだ、ここにいるよな。うん、これで扉を封じてもらおう。
後陣かけないと結構きついからな。ほら、よし、これでもう敵を排除していくしかない。おお、いいね、無難。うわっ、21も食らうのかよ、マジか。やはり防刃敷いてた方が良かったか。あぶね、攻撃かわせなかったら確実にやべえなこれ。ガンガン来るな。やはり防刃を敷くか。でどんどん攻めよう、攻められるやつはどんどん攻めよう。で敵を倒す。たまらないですわね。くらえ、もうおしまい。攻撃こそ最大の防御なり。回復してかないしよう。交代で杖で、しまった、夏祭りの補充が。でこいつをぶっ倒す。援護してあげるよ。 78%。 よーし、いい相手だった。だいぶ敵が強くなってきたな。でこいつはうつしみくんだから、どこまで来る。結構来るな。ほら、でこいつもうつしみくん。どっちがうつしみだかわからん。やっぱり何人かは後陣できるようにしとかないとな。ちょっと辛いよなやっぱり。じゃあまず一つ龍脈を解き、あれ？どういうこと？あ、フェリシアになってるからか。マークスで行こうじゃあ。龍脈。あ、この鎖を断ち切るってことね。ドカーン。そうだ、それでいい。残る仕掛けはあと2つ。で、回復と。どうなるんだこれ、左に来るってことか。OK。 うわー、よりによって造園が出てくるのかよ。しかも陰陽師系の造園か。まあ一応倒せるといえば倒せる、一発で。流星、ほら、このままぶっ潰す。しっかりなさいませ。ほい、50。あらまあ、でこの弓は倒しておかないと。頑張ってね。ほい、恨まないでよ。ここで龍脈を解く予定だったのが一気に予定が狂ったな。よしよし、快感ですわ。湯切りめっちゃ早いな。あとはこいつらがまた来るのを待つだけか。椿は王族でも何でもないからな。じゃあここは OK だな。みんなちょっと一旦なだれ込むか。はい、ご一行様。でここに入ってここに入ると、左のこいつがカミラで龍脈を使って、龍馬でここにいて、てかもういらなくないか、ここの敵を倒す必要がないと思うんだけど、そういうことではないのかな。うわっ、魔導部隊だ、マジか。魔力の魔法防御の高いやつ22、18、29。フェリシアか、どうする。フェリシア出すか。俺は22か。
ちょっとここに置くか。じゃあで、ちょっとまたみんな乗り込むか。もういいでしょ、上だって本当に。おお、盾が発動した。危ねえ。結局やばい、マックス狙われてる。お、危ねえ危ねえ危ねえ。メイドの杖で回復させて、魔導はまだ大丈夫だな。もう一旦ちょっとここで待機だな。でこいつここに来て、よしこれでいいや。よし、フェリシアもまあそれなりに強いからな。しかも射程1、2両方から攻撃できるし。あ、いた。これここが開くのかな。ちょっと龍馬と匠とカミラ、ここら辺のやつらをスタンバらせておこう。こいつここにいよう。でこう、これでどうだ、ガードできるはず。よし、ナイス、オーケーオーケー、いいね。フェリシアもかなり無双ができる。でフェリシアここに置いて、これでいいんじゃないか。おお、役に立った。まさかフェリシアがここまで役に立つとは。どうせまたここら辺増援出てくるんだろう。でここはさすがにもうマークスだな。ちょっと一旦下ろして回復をさせたいからな。こいつらどうなんだろうな。応援、無駄に応援、一旦で切れるからな。応援も来たか。しかし弓にかかってくるなど。わあ、まだ魔導兵がいたか。この扉はもう無意味だな。さてどうするか。まずフェリシアは回復させよう。ダークブラッドって意外にヒットポイント低いな。一応絶対倒せるけど、クラウナ、よし、ナイスだ。これでいいんです。雇う神一回進化した限り全然進化してねえな。そういうものなのか。サポートいたします。無駄。さすがに硬いペアだな。全然上がんねえ。まずは文字目でお大臣。負けるでないぞ。おーりゃー、無駄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 。堪忍な。よし、これでいいか。もうこのギミックいらないんだけど。でこちら、いや主人公で攻撃すっか。心配する。サンダーソン。勝てましたか。で左の龍脈を解く。解いていいか、大丈夫か。さあどうなる、これで。ここが開くの
結局上行かないといけねえじゃん。じゃあちょっと第一部隊乗り込むか。乗れ乗れ。結局上から行かないといけないのか。よいしょ。ほい。お、増援まで出てきやがった。マークスちょっと連れてきてえな。あれ開いた。ちょっと待ってよ、これすげえめんどくせえな。スメラギ、じゃあ下からちょっと一応間違えした、攻め込んではいくか。食らわない位置であればまあやつら来ないだろう。来るねー。あ、動いちゃった、間違えた。あー、上と下交互だな。基本的にマークスを前線に出そう。で、こうのこうだな。応援ってなんだ、アシュラの応援かけとけばよかったかな。ここは下げられた。さてさて来ましたよ。っていうかまずここのやつら排除しないといけないかな。主人公で上を倒す。サポートします。お守りいたします。これでいいんです。で、こいつでこいつを倒す。腕が鳴るな。私の勝ちだ。ごつすぎだろこいつら。で、お大臣を使うか。援護する。お大臣、これでもくらい。終わりだ。147、トータルで200くらい当たったな。でこいつはやっぱな、前線に出すほどのあれはないかな。龍馬をちょっとここら辺まで持ってくるか。え、神だ、なんだ、きっとなんか乗ってるもののあれなんだな。危険だ。応援キュビンと。結構食らう。来るか。これがいちいち鬱陶しいんだけど。じゃあちょっと下の方に行ってまたなだれ込み作戦で行くか。ここら辺に待機させとくか。ほい。じゃあまずこいつだな、カラクリシ、サクラ、魔法で倒す。覚悟はいい。ほら、いで食らった。終わりました。こいつって写し身の方か。しまったな。交代しよう。交代すればこいつの近くにいれば回復できるはずだ。2連射くらい。でこいつも写し見か。ちなみにショート棒持ってるかな。ん、こいつどこまで来る。ここまでか。大丈夫だな。頑張ってくださいね。僕がやる。射程1にも対応可能。
よし、さあ来るなら来い。てかこれはいい。で下に来るからおびき寄せれるやつだけおびき寄せとこう。OK OK。こいつは？お、来るね。ちょっとマックスここに置こうじゃん。こいつも魔法系はいないな。だからこういう感じにしとけばいいのか。応援来るかこいつら。どうだ。とりあえず龍馬ここに置いとこう。これでどうだ。起きた。おら無駄なんだよ。うわ2回攻撃してきたか。こっちも来たな。でもこれで来てくれればもう勝負は決まったな。いやちょっとめんどくさかったけど。おお！なんだ何かを使ってきた。あいつおさばだ。いや引っかかってんな。引っかかってるってことはこのままできれば倒しにかかりたい。まず弓兵は倒す。大丈夫ですよ。ほい、ちょっと勝てましたか。あとはこれでちょっと小判全部なくなったか。お大臣、お大臣、堪忍な。でできればこいつの攻撃を。うわ 84% か。当たれよ。よしごっついな斧。仕方なかったんだ。でマックス、まあ、倒せる方を倒して押すと決した一応進めるか。進めるやつらはが起こるか分からないかな。おお、大丈夫か。もずめ来た来た。私はスメラギ、白夜王にあらず、ただ剣を求める者なり。うお全然当たらねえし。だがこのターンで終わらせてみせる。もうこれスメラギ中心でいいな。何も持ってないよな。大祭りか。いいや。葉隠れ使ってるから魔剣ガングレリ持ってんじゃん。とりあえずマークスで攻撃してみよう。 65% か。なかなか厳しいもんがあるな。もずめちゃんでいくか。倒せるな当たればだけど。どうする。主人公はこっち。あれ、おお、ちょっとこっち行こう。勝負だ。ミカミックスか。お前には剣だけでない異形の力がある。サークルが言う母の敵、撃ってみせよ。お父さん行くぜ。終わった。全てが終わった。所詮スメラギもそんなものか。我が剣いまだ道半ば。てかなんでこいつガングレビュー持ってんの。葉隠れゲットだぜ。葉隠れあんま使わないからな実際には。強くなったな。みんな父上、そんな父様までこんなことに。さくら手当てを頼む。はい。無理だよ。くそ回復が効かないだと。う
なぜ泣くことがある。武人として男としてお前たちはこのスメラゲを乗り越えたのだ。堂々と胸を張れ、誇らしく胸を張れ。わかりました父上。ミカミックス、お前には謝りたいことがある。お父様。すまなかった。お前には何もしてやれなかったな。あの時も私はお前を守ってやれなかった。そんなこと言わないでください。幼かった頃の記憶ですが、お父様のことは今も私の脳裏にしっかりと刻まれています。刀の振り方を教えてくれたこと、大きな手のひらで頭を撫でてくれたこと、私はお父様からたくさんの愛をもらいました。そして最後はその身をもって私を守ろうとしてくれました。ああ、ミカミックス、巫女には会ったか。はい、殺したけどね。そうか。巫女と過ごせた時間は短かったが、私は彼女を本当に愛していた。巫女に出会ったあの日のことは今でも忘れない。彼女は身分を隠し一度だけ白夜王国に来たことがあった。泉のほとりで佇む巫女を見た瞬間、私は一目で彼女に恋焦がれてしまったのだ。その後トーマ王の暴走が始まり、巫女は私を頼って白夜にやってきた。巫女は生まれたばかりの赤ん坊を連れていた。それがミカミックス、お前だ。トーマの眷属となって生き恥を晒してしまったが、最後にいいこともあった。たくましくなったお前と、そして共に過ごした我が子たちと、こうしてまた再会できたのだから。父様。なるほど、主人公はスメラギの子ではないということか。また炭酸ジュースになってったな。なぜならお前たちならこの戦いに必ず勝つと信じているからだ。お父様。父上。あれでも炭酸化現象は免れてるぞ。はい、というところで第25章スメラギもぶっ倒したので、これで終了したいと思います。